ハートありがとうございます。今日も可愛いよ。ありがとうございます。こんばんは。クワス、今ここにはクワスはおらぬ。ユージーさん、ハートありがとう。ユージーさんありがとう。カーストールさん、可愛い、ありがとうございます。ミスターさん、お疲れ、ありがとうございます。お疲れ、なんなく尊い、ありがとう。マウ、愛してる、愛してる。タラタラさん、待ってたよ、待ってたの、ありがとうございます。待ってて、これからも。ペッピーさん、コスモスありがとう。秋だね。レグルスさん、ハートありがとう。おかっぴさん、お疲れ、ありがとう。圧倒的顔面偏差値。ジャックさん、ハートありがとう。キュン。テンシングさん、結婚してありがとうございます。よ、尾崎のゆっちゃん、ハートありがとう。かなつしさん、ハートありがとう。みほりん、 TikTok 今日撮りましたよ。見てくれましたか。なんとかなんとか、いっぱい食べてもお腹壊さないってすごいな。え、今日結構これさ、結構さ、結構コメントで、 TikTok のコメントでなんかめっちゃディズニーの食べた、ディズニーのねフードで TikTok 撮ってるんです、撮ったんです。で、結構食べてるねとか、大丈夫みたいなとか、ミホリンを越せる大食いなんじゃないみたいなコメントあったんですけど、え、あれって食べ過ぎに入るんですかと思ってびっくりしてます。ママに訴えました、これ。え、なんか女の子全然食べないって幻想描きすぎじゃねって。わかんないです、皆さんが出会った女の子はそんな食べないのかもしれない。優秀さん、ハートありがとう。カナダさん、ハートありがとうございます。今日も可愛いね、ありがとう。カピさん、ハートありがとう。カズキンさん、愛してる、ありがとう、愛してるよ。みーくん、かわいい、ありがとう。ポカンさん、ハートありがとう。かすきさん、コスモス、ありがとうございます。砂原くん、かわいい、ありがとう。今日はテンション高いね。今日はシボックさん、ハートありがとう。デザイズハートさん、コスモス、ありがとう。初見なの、見えたかったんだよ、ありがとう。しぼくさん、かすきさん、ハートありがとう。アイスレモンさん、ゆきありがとう。かんぴさん、おほしさんもありがとう。デザインズハートさん、おほしさんもありがとう。かわいすぎてキュンが止まらない、キュン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 として。福田さん、お疲れ、ありがとう。かぴさん、ハートありがとう。まだみほり見れてない、この後見てください。ウルフさん、バラありがとう。そう、公式の TikTok にもね3人の載ってるんで見てください。かわいいだけじゃダメですかって、やりました。くたらさん、待ってたよ、ありがとう。待ってたの。わかっぴさん、ハートありがとう。チュロスいいですよね。おにぎりゆうさん、ありがとう。あとサフランさん、かわいい、ありがとうございます。シナさん、ありがとう。今日の TikTok も素敵、ありがとう。アイスレモンさん、ありがとう。安否が好きです。あれ、 Wi-Fi を消してきました。トゥトゥトゥル。滞在時間30分であれだけ食べてたら、そう、朝からいるんですよ、あれ実は。30分だったら大食いだね、確かに。大食い認定。今日はメイク可愛いですね。そうね、昨日はメイクしてなかったからね。ギュンデフおじさん、ハートありがとう。クワンピさん、待ってたよ、ありがとう。待ってたの。どちらが食べれるか勝負したい。でも私結構食べれますけどね、出されたものは結構食べれる側の人です。バンちゃん、ありがとう。ディズニー帰ってからね、おにぎりを用意してくれてたんだけど、なんか胸がいっぱいで、なんかさつまいもスティックみたいなの食べ、さつまいもなんかチップスみたいな、さつまいもチップスの残り食べました。クワンピーさん、アゲありがとう。アンピア、アンピー、アンピア、アンピー、アンピー。そう、お残し、お残し。出まかせプリンスさん、ありがとう。
でも自分がどこまで食べるか限界をやったことがないのでわかんないですけど、でも普通の女の子よりかは食べれるかもしれないとか思ったり思わなかったり、わからない、普通の量がわからないですでも食べれる日と食べれない日っていうのが存在して、食べれる日は結構食べれます。4人でディズニーランド行った時は結構食べれる日でした。チャムさんありがとう、レインボーいっぱいいっぱい、これレインボーありがとう、ありがとうございます。デイデイデハザさんハートありがとう、カーストアルさんコスモスありがとう、プクレンパサラン待ってたよー、ありがとう、待っててよー、これからも。ヒオリンさん愛してるありがとう。え、何これ、なんかすごい、え、何ですかこれ、なんかさすっごい流れ星通っちゃった、めっ、え、何もお願いできなかった、急すぎてびっくりびっくり、お願いできなかった、何お願いしよう。グッドラックトゥエビリワンさんありがとう、これか、大きいレインボースターありがとう。普通の量がわからんって胃袋無限、そうじゃなくてその一般的な普通の量がわからない、何を持って一般的な量かがわからない、皆さんのなんていうの、人それぞれじゃん普通って、その普通の普通の平均はどこの普通なんだって思ってます。あれぐらい食べてくれる方が見てるこちらも幸せになる、ほら結構食べてると思ってるじゃないですか、そんなことないですよね、普通じゃないんですかあれって思ってたんです、だからあ普通じゃないんだと思って、はいっていう話。新しい綿棒なの、そうなのね、流れ星もうだいぶってる間に、バスギアさんハートありがとう。そう普通って難しいじゃん、そうデザイナーハートさん雪ありがとう、雪の結晶、朝食のイメージがある、なんでですか、朝食ではないと思います、絶対に、だってお店のそのあれは一応お腹いっぱいだって思うけど食べれます。そう、まあ食べれるから普通だと思ってたんですよでも普通って何かがわからないなって思いましたね。イナッチさんコスモスありがとう。ショールーム以外でお星様見てないんですよ、それが見てないんですよ、時間がなくてそんなゆったりと過ごしてない、慌ただしく過ごしてます Y は食べれない、なんでですか、だって朝昼というか11時ぐらいにあのハンバーガーのセットですよ、あれハンバーガーとポテトです、ね、めっちゃお腹いっぱいになってしんどかったけどでそっから13時とかにあのドリンクを飲んでスムージーみたいな飲んで、で17時にチュロスとあのあれを食べてるんです、普通に考えたら。で夜ご飯とか朝ご飯、朝ご飯はベーグル食べたけど、朝めっちゃ朝6時にと割と食べてない方だと思ってたやばい、ショウさんありがとう、イナッチさんありがとう、アナちゃん用に取っておいたのでまた獲得できたら送りますと伝えてからギフトしますね、あじゃあお願いするね、ありがとうこれからあるレインボースターなんだね、そうまたハンバーガー行ってたと思うイナッチさんありがとう、今控えてるの偉いね、私も一応気をつけてるよでパンは食べないようにしてます、ベーグルだけ OK、 まあベーグルもパンですけど自分の中ではベーグルは違うものと認識してて、ベーグルはベーグルと思っててベーグルだけ OK にしてます自分ルールマイルールを作ってて、お菓子も買ってないし、そうベーグルだけ OK にしてます。でベーグルだけ OK もね謎ルールですけど、ベーグルだけは絶対食べたくて、ベーグルってカロリー200とかじゃないですか、200-300だから別に低いわけではない、でも食べた感あるし美味しい大好きだから
米活しようよ一緒に米活。あんな今日3日連続米活しても、あ、3日じゃないです、2日連続、ん？違いますね、1日連続米活でしたなんだよ、ただの1日連続米活でした。そうですね、パンよりかは低脂質ではあります。でもまあ中に入ってるものによるんじゃないですか、あんバターとかだったらねもう高いと思いますけど、まあまあまあ、そう腹持ちいいんですよ。そうなんですよ、ベーグル好きな、ベーグルの味は、明太チーズかチョコバナナが好きです。でもあんまりないので、そうではいろんなベーグル屋さん調べてます。私実はなんかおすすめのベーグル教えてほしいです。結構なんかベーグルのために40分歩いて行ったりとか、なんか駅から遠いところもあるじゃないですか実はそういうぐらい好きなんですよ今ね。そう、私一番おすすめしてるのは広島県にある、広島市にある、長区にある長区にあるんですけど、あ、住所はちょっと詳しい住所までは覚えてなくてごめんなさい。そっからなんちょっと頼りに、ね、なる情報は、平和記念公園が近くにあるベーグル屋さんなんですけど、ワールドマンベーグルってとこなんですけど、そこが世界一美味しいと思ってて、一旦そこ食べたらベーグルのあれが変わります。なんかベーグルすごいってなります。あれを食べてほしい。そこのベーグル屋さんだったらチョコが美味しいんですけど、でも最後らへんはむつごいから塩ベーグルがおすすめそう、お菓子買ってないの偉いですよね。結構アイスレモンさんハートありがとう、ありがとうございます。ベーグル油が使ってないから少ないからいいよね。そうですね、油で揚げないですよベーグルは、茹でるんです、お湯で1分ぐらい。ベーグル作ったことあります、2回ぐらい家でそう、でも家、まあ、美味しいけど全然お店の方が美味しいからはい、ワイルド、ワールド、わかんないです。長く、マキマキさんありがとう。いつからベーグル好きなの？広島のそのベーグル食べてからですワイルドマンベーグルだって、ありがとう。モックありがとう。アイムドーナッツでいいですよね。私初めてそのマイハブに入って初めて食べたんですけど、めっちゃ美味しかったです。でもなんかこうペシャってしたらもうほんまにこんぐらいになるようなふわふわとでした。めっちゃ美味しかった。食べた方がいい。揚げベーグルってね、どんな感じになるの？ベーグルの良さはなくならないのかな。めちゃくちゃ人気、そう人気ですよ、その広島のベーグル屋さん朝並んでたりします。今度探してみてください。くまねパパさん、コスモスありがとう。そう、ベーグル今大好きです。生ドーナツいいですよね。そうでも私ハマったら結構とことん食べちゃうタイプだからそういつまでそれが続くのかわかんないですけど、そういいな広島行けるの。私もそれ食べに行きたい。それと私が大好きな皮膚科に行きたいです。大好きな皮膚科があって、まあ言わないんですけど、私はそう行きたいですね。潰してもカロリー減らないですね。かぼちゃが入ってる、何がですか？生ドーナツ。そうなんだね、知らなかった。ゆいにゃん知ってると思うよベーグル、わかんないけど。あ、皮膚科、この話、何がね。いつかね広島遠征できたらいいな。そしたらベーグル屋行く皮膚科ね、知ってると思うけど。
だって私ユイニャンといるときにその皮膚科2回ぐらい行ってるもん。私その皮膚科後で行くんだって言ったことある。ベーグル大好き。私が好きそうな食べ物他に何なんだろう。でも今はめちゃくちゃベーグルですね。ベーグルでしょ。皆さんは何にハマってますか今。皮膚とも皮膚ともやだ。皮膚とも皮膚科と内科まだお気に入り見つけてない。結構大事だよね。お寿司、あ、え、昨日行こうとしたんですよ。でもいっぱい人いて行けなかった。お寿司行きたいです。パパベルのカレーパン。パパベルっていうのが徳島県と香川県にあるパン屋さんなんですけど、パパベルめっちゃ美味しいんです。でカレーパンが一番人気なんですけど、でも私はメロンパンが好き。メロンパンはメープルが中に入ってるんです。だから香川か徳島行った時にパパベルが近くにあったら絶対行ってほしい。パパベル美味しい、行くべき。パパベル行ってほしい。え、代々木八幡って思うんですかねのベーグル調べて見たことあると思う。私それ行ったことないけど行きたい。スーツ買うのハマってます。スーツ買うのハマってますか。どういうことですか。着るってこ、着るの、買うのに満足してんの。トゥトゥトゥルルルマーラータンブーム。マーラータンってのスープだっけ。マーラータンハマって流行ってるの知らなかった。天然塩ラーメンうまそう。馬太郎さんやばい。うまいとさ桃太郎さんが混ざっちゃった。桃太郎さんコスモスありがとう。馬太郎ありがとうね。安否にハマってます。今更ですか。豆腐プリン、豆腐プリン、豆腐プリンって私食べたことありますか。食べたことありますか。熱帯魚の稚魚買うのハマってる。ヨーグルトにハマってる。何と一緒に食べるの。お店の唐揚げが大好きで今食べたいぐらい。えらいね、我慢してるんだ唐揚げさん。1日1パック食べてる。 400g の、え、あのでかいやつ。何と一緒に食べるの。単品では食べないでしょ。食べるのかな。好きな柄を探しに食べに出てる。おー、いいですね。解明案件ってやつだ。フレンチトースト探してるって。美味しいフレンチトースト知らないですか。辛い麺、辛麺って読むんですか。え、金末さんのねわらび餅はね知ってます。美味しいですよね。ちょっと前ってか今1年前にぐらいには食べました。美味しい、美味しいですよね。前幅に沼ってます。おーひたすら買いたいものリストを、買いたいものを欲しいものリストに入れてセール来るのを待ってる。おー、最近欲しいものを考えるのが好きかも。物欲がそこまでないんですけど、なん か別に買わないけど欲しいもの考えるのとか行きたいところとか考えるのが好き。わかる。これ TikTok いいですよね。ハマるよね。ずっと見ちゃう。カルピスの原液パン味、美味しそう。わらび餅取り寄せしてます。香川県でおすすめなのは、あと夢かぼう宝っていうお店があるんですよ。宝さんのいちご大福お取り寄せできるんですけど、マジした方がいい。私2、3回ぐらいしたことあると思う、家で。そう、わざわざね。しかもパパが出張で香川行くときは買ってきてねっていう。でなんか日持ちが持たないとかだったら買えないけど、持つときとかは買ってもらうぐらい夢かぼだからは家族みんなが大好き。もういちごが一番美味しいから一旦食べてほしい。これ食べた人がいたら私は、あ、私のこれを聞いて食べた人がいたら私はその人のことを信用する。信用する。いちかぼだからを分け合った仲間だと。そう、船に招待する。私の安否号に一緒に仲間になろうってなる。遠出したいですよね。
どこ行きたいの今ですか。今か。ちょっと前まではディズニーのことずっと考えてたんですけど、今新しいね行きたいとこ考えないと。でもピューロ行きたいです。普通にその日限定で100万使えたら何買うかとか勝手に考えて。わかるって。か私はもう本当にタワマンとかね。私なんか最近なんかなんだろう、なんて言ったらいいんだろう、なんか海外の人なんですけど、なんかめっちゃ早朝に起きて、なんか身支度をして出かける、めっちゃなんか高級マンション住んでそうな人のやつ見るの好き。もうやばいんですよ。なんで家がそもそも作りが違うすぎて。そうなんです。それを見るのが何だろう、何なんだろうあれ、なんかよくわかんないけど、めっちゃ早朝に起きてで見るの好きです。で海外の人で夢かぼう宝のいちご大福です。スイカ大福衝撃のうまさでした。美味しそう。信頼の証それでいいですよ。そうめっちゃ美味しいから。何それ、俺すぐ食べた方がいい気がする。ぜひ。新宿区の玉屋のいちご大福だって。みんな新宿だって行かなきゃ。朝カフェ一人でね、カフェとか寄れないんです。ラジオで北海道旅行で100万使うのが目的っていう人がいてびっくりしたね。使い切るの？100万使えますよきっと。きっと使えないんですか？タワマン住んでますよ4階に。でもそのタワマン住んでるっていうことを事実が良くないですか？めっちゃ看板。そうタワマンに住んでみたいとか、 TikTok でも TikTok でもなんか物件紹介みたいなあるじゃないですか。うわいいなーってなる。どうし年収何歩だったらこれ住めるんだろうとかめっちゃ考える。なんか何倍とか言いますよね、それのとか。なんかあそうらしいです。やばいってなる。いちご大福やっぱね、ちょっと前まで一軒家じゃないタイプの家に住んでたんですけど、ちょっと前までというか広島住んでた時、その時はやっぱりそのマンションタイプもいいけど、やっぱ一軒家もいいな、やっぱ一軒家の良さを知ってるから一軒家いいなって思ってたんですよ。けど一軒家戻ってきたらなんかマンションの良さを感じて、あマンションいいなってなる。なんか階段がないから、その1階だけじゃん、1階というか階段登らなくていいじゃん、めんどくさくないなとか、そういうのはありますね。やっぱり奥が当たり前だった。そうですよね。そうで私怖い話とか見るんです。その怖い話の心霊とかじゃなくて人間的な、人間の怖いっていうやつとかでも結構マンションとか一軒家もそうですけど、やっぱ隣人トラブルは怖いんですよね。何のチャンネルこれ、チャンネルじゃないよ、何のルーム。やばい怖いですね。リオさんありがとう。そうですよね。ワンちゃん飼うならまあマンションもありますけどね、ワンちゃん。でもね、やっぱ狭まりますよね。隣人トラベル、間違えた。隣人トラブルチャンネル。ようこそ。トラブったことはありますか？そんなあなたにはぴったりのお守りが、こちらのルームでは販売しております。1個、1万円で、なんですけれども、こちら家に置くだけで仲、隣の人と仲良くなる、親密な関係になる、スイカとかもらえたりするお守りになってます。どうですか？どうですか？ゴミ捨て、えらい目に遭ってしまったよ。あるんですね。そうなんだ。そっか、
いや今日アンナ先生キャラが際立ってて美しいとコメントで思い出した。私今日寝坊したんですよ。寝坊して急いでメイクしたんですよ。悲しかった。アンピジャパネットジャピンと、それでターマンチキン。やばい、最悪な商売。私もねそんなトラブルしたことないんですよね、そんなに。そう、寝坊珍しいです。とても一回初めて寝坊っていうか、目覚ましかけ忘れてたのか起きれなかったのかちょっと分かんないんですけど、一回寝坊した時があって、高校生の通信の高校通ってた時なんですけど、まれに行かなきゃ、週2、3ぐらい行かなきゃいけなかったんですけど、割と行かなかったら結構単位危ういというか、そのお仕事でお休みとかになったら行かなきゃいけない日、行かなきゃ、半分は行かなきゃいけない。例えば授業が 10回あったら5回は絶対行かなきゃいけないんですよ、半分。だから結構ギリギリな時に寝坊して焦りました。しかもその日、その後お仕事だったんですよ。何のお仕事か覚えてないけど、でメイクしなきゃいけなくて、やばいと思って急いで準備しました。でも間に合った。そう、あと最近ちょっと、言いましたっけこれ、ディズニーランド、4人でディズニーランド行った日も3分寝坊しました。起きれなかったです。普通に目覚まし鳴ってるのに全然起きれなかったっぽくて、ママが目覚まし鳴ってるよって起こしに来てくれて、あんちゃん起きないのみたいな感じで言う、なんかいきなりママがドアの前に立ってて話しかける、ビクンってなって、であれおかしいなと思ったんです。普段そういうことないから。でも今日はちょっと完全に2個、そう、8時15分に起きようと思ってて、8時15分と8時45分と9時15分と9時45分の目覚ましかけてたんですけど、9時15分に起きて、そうなんですよ、びっくりしました。1時間、結構大事な1時間を寝坊しました。リリーブ後だったから疲れてた。あーそっか。カズキンさん、うんわかる、ありがとう。寝坊するよね。カネクスさん、うんわかる、ありがとう。寝つき悪いけどここ3日間ぐらいは寝つきいいんです。すぐ寝てます。カネクスさんいいね、ありがとう。そうですね、高校2年生から通信に変えましたね。2年生の途中ぐらいからそのアイドル始めたんでね。ヒラリーハットさん、コスモスありがとう。カニコさん、レインボースターありがとう。そうなんですよ、びっくりしました、朝起きた時。しかもちょっと、あーまあいいや。目覚まし前起きちゃう人は脳が緊張してるらしくリラックスできてる。そう、でも今までそうだったんですよ。結構何時に起きなきゃいけないって時は結構1時間刻むぐらいで起きてたんですけど、こう実家っていうことに甘えちゃってるし、しかも昨日今言おうとしたけどやめたんですけど、なんか何時に起きるかパパとか気になるから言ってみたいな言われて昨日言ったんです。で LINE でもちょっと送ってたんですよ、けど起こしても把握だけされたけど起こしてはもらえなかった。だって送ってはいるのに起きてこないなって思ってるのか知らないけど、まあ時間は把握してるのに私が起きてこないことに対して、あ起きてこないなとも何も思わず起こされてなくて、なんで LINE 送ったやんって言ったのに、あーみたいな、いやそれは知らんけどみたいな把握したいがためのそう。で私が言ったから何かあっても起こしてもらえるって思っちゃってた部分もあったんだと思います。私もまさかありがとう。安否の泣き声泣いた。私お酒ね、私前幅入ってから飲んでないです、一滴も。まさくんありがとう。まっつーありがとう。
マッツンコスモスありがとう。私体力には自信があります。クモノーさんコスモスありがとう。リライズハートさんありがとう。それで喧嘩しましたね。喧嘩というかね、一方的に怒りました。なんだよなーってふふ寝起きいい日と悪い日がありますね。めちゃくちゃ泣いてた。入る前はビールですか、ビールですか、お酒飲まないのは何かの願掛けですか。別にそんなんじゃないです。飲もうと思わないです。そもそもそんな得意じゃないし、なんか飲もうってなんなくない、なりますか。わかんない。でもこの年齢になったら、友達とご飯行くってなったら多分飲むんだろうけど、カフェとか行くから飲まないんですかね。友達がいないのかな。しまるくん起こしてくれない、同じ部屋じゃないから。美味しいって感じますよ。だって甘いのしか飲まないんで。甘いのなんか、なんか甘いやつ。そうそう。あれ？腕時計なくなった。アップルウォッチあった。そう。カクテルとか飲んだことないです。なんかその酔う感覚が好きっていう人もいるじゃないですか。そうではないです。なんかまあ今の方が本調子じゃないですか。今の方が本調子だなって思っちゃうタイプかも。飲まずにいられません。今で美味しくならない。あー、まあ人それぞれですね。お父さんも飲まないんですよ。その飲み会があったら飲むだけで、家では全く飲まないし、多分飲みたくない派だと思います。パパも私と一緒でちょっとは飲めるけどぐらいだと思います。お母さんも本当に飲めないです。嫌いです。だから家がそもそもお席がある家じゃないから、その飲もうっていう感覚にならないんだと思います。きっと飲まなきゃやってられない時もある。何があるの、何があったの。結局体調的には悪くなってる。そう、なんか私は酔う時、なんか熱がない時の感じ、なんかなんて言うんだろう、感覚になります。熱がある時の感覚。いや本当にお熱さんがあるわけじゃないんですけど、その感覚的にはそれになるから、あんまり好まないかもしれない。そう、自分も20ぐらいの時は酔ってる、鈍ってるか時間がもったいないと思ってた。しかもなんかさ、普通にシャキンって座れなくないですか。それが嫌なんですよ私。シャキンって座れなくなる、なんかこうなっちゃうんですよ私。それがすごい嫌なんです。ここがビヤーンってなっちゃうんですよ。その感覚が嫌です。まっちゃんコスモスありがとう。お手紙まだもらってないです。まっちゃん、うん、わかる、ありがとう、わかってくれて。そう、ドキドキ、めっちゃね心拍数やばくなる私。ドキ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 ってなる。久しぶりに来れたよ、ありがとう。うん、わかる、ありがとう。ヨイピーかわいい。ヨイピー、ヨイピーね、そうなっちゃう。そう、なんかシャキンって座れないからね、嫌なんですよ。フラフラ、でもなんかめっちゃ道をフラフラ歩いたことはない。フラフラしたことはないですね。その姿見たいのは本音です。ねえ。薬飲んでる人、うーん、そうね、インフルエンザみたいな表情。うーん、そうね、みんなで飲むと楽しいっていうのはある、それはある。だからそういう時は飲むけどぐらいですね。そうですね、そう、みんなで飲むならって感じです。確かに確かに確かに、お酒飲んでもテンション変わらないか、飲みが足りないって飲まされることがよくある。あ、そうなんですね。そう、私
まあなんかみんな結構もともとアイドルやってたとか結構、しかも私全然飲んだことがなくて、そもそも二十歳になってからも全然飲んだことがなかったし、飲む機会なかったし、本当に辞めてからちゃんと飲んだので、お酒を本当にちょっとしか飲んだことなくて、だからなんか結構それをそうなんだよねって言ったら、みんななんか飲みなよとか言わない、飲めよみたいなのないからいいよ飲まなくてってそう言ってくれることが多いから、そう私はそんなね、そう失敗エピソードが一つも今んとこないです、今んとこないのがいいんですけどね。あざとくなることもそんなタイプではないと思います。メンバーと飲んだことないですね。あ、マイハブですよね。マイハブないですね。そうですね、毎日配信してたので飲むこともないですね。確かにそうだったかもしれないしない方がいいですよね。グラス割った記憶、カステル系、カクテル系は甘くて飲みやすい、そう楽しくなる、ってあーはははってずっと効果が上がっちゃうタイプかもしれない楽しいけどね、そう周りの友達とかと飲むんだったら楽しいけどですね。吉野中浜田で飲んだ時は楽しかったですよそう私も結構多分ちょっと酔ってて、でも全然一杯しか飲んでないんですよ。飲んでないのにマイク持っちゃった、やばい。そう結構酔っちゃって、まあ、終電では帰ってる、終電間に合うぐらいには帰ってるんですけど、そうアイス食べたいけどなんか近くのコンビニなくて、そうみんなで3人で行ったんだけどなくて、そうお家のアイスを食べる動画を撮って3人のグループに送りました酔ってるからね、酔ってるから。いなちさんありがとう、俺のギャグでも笑ってくれそう。まあね、酔ってなくても笑いますけどね、知らんけどどんなギャグを持ってるのか知らないですけど、でもめっちゃコスパいいですね。私は二口目ぐらいから二口目から結構ちょっとね、あーぽやーんってしちゃいますね。世界一可愛い酔ったエピソードそうそうそうだね、結構動画撮りがちかも私、酔ったら私酔ったら動画撮りがち。水では酔わないですよ、酔ったらにまーっていう動画を撮る撮ってたよ私、結構撮ってました。そうそう、一般人してた時はインスタをやってて、その本アカと本アカじゃないアカウント、まあ基本なのかそういうのあると思ってください。本アカと本アカじゃないのかって、本アカじゃないのにへへっていう動画を載せてました酔った時とか、そう結構そう、そういうタイプでしたねそういうタイプでした、今思うと。まあ見せられる動画ある、もう残ってないんで残ってないんでね、ちょっとあれなんですけど、そうなんですよ、探してくるいやー、行く足ちょっと消すやつ、消す時もあるんじゃないですか。でも結構友達と悪乗りみたいなとこあるので、そのフルーツジッパーさんのなんかセルフみたいなやつあるじゃないですか、あれをめっちゃ可愛く言うみたいな動画を撮って、お互いその友達と撮ってとかやってましためっちゃ可愛く言う、そうなんだっけ、ちょっとセルフィーも思い出せないんですけど、もう可愛くどれだけ可愛く言ってとか、 TikTok の結構あざとい動画的ななんかセルフとかあるじゃないですか、
あれを撮るみたいな。そう、本当にそういうなんかちょっと作らないとできないものをやってたわ。やっぱね、ノリがやっぱりそうなりますね。ねえねえねえじゃないと思います。もっとなんか、なんだった、なんでこの、そう、まあなんか今だったらやんないようなこと、可愛いセリフとかも、確かに確かにやってましたね。でもそのストーリーも3人ぐらいしか見てないですよ。本当に自己満で上げてましたね。それは今はねないですよ。今はないですけどね。バーチャル酔っ払い動画王選手権。やばい、未成年3人もいるんよ。そう、その場のノリがあるんでね。そうそうそう、そういうことだよ皆さん。確かに、でも酔ったら楽しくなっちゃう、楽しくなっちゃってっていうのはあるかも。確かにそういうのは楽しいですよね、後から考えると。だからまだそこまでで終わってる、お酒のあの、はい、そのちゃんと可愛いとこで終わってます。私はまだまだ飲みパーティー、やばい言い方、飲みパーティー。家帰ったらね寝ちゃいますね。家帰ったらソファーに一回座って無理かもってなる。あー、マジ無理かも、いや本当に無理かもと思って、で顔だけでも洗いなさいってママに言われて、顔だけはやだ、お風呂入るって言って頑張ってお風呂に入ります。そう、でも結構うーん、無理かもってなります。服は着てますよ、そんな露出狂ではないんで。こんばんは。無理かもとはなってました。気分悪いとかそんなないですね。想像したら可愛すぎた、可愛くないでしょ。酔っ払って帰ったら玄関で寝たことある。頑張って帰ったんだ。結構頑張って帰ってるねそれ。酔っ払いアンペ見てみたい。でもすぐ顔赤くなっちゃうんですよ。まあ想像つくだろうけど、スペシャル飲み会怖いよ。いや、ママはうざいと思ってますよきっと、私のこと。そう、お風呂入れないよって、お風呂入れないよって言ってるの。意外と家には着いてる、偉いね。でも家に帰んなきゃっていう記憶はあるし、そんな飲んでるわけじゃないからね。何かの特典売れますか。じゃあ私がお酒飲んで調子乗って撮った動画1万円で売りますってしたら、もう売れますかね。やばい、さっきからなんか何かを売ろうとしててやばい。全然売れる、本当ですか。そうね、ファンの方と飲んでそんな感じ出せない、まあ、そういう意味ではないんですけど、そんな大人の方と飲んだことがないよね。ちょっとね、緊張するなーっていう意味です。そんななんかね、友達と飲まなきゃそんな姿見せないよとかそういうわけじゃないですよ皆さん。なんか落ちた、買うかも、買う人おるやろ、自分は買わんけど的な。家族と飲んだことないです、パパとママと飲んだことないんですよお酒、私飲んだことないんですよ。スタンプ特典10秒動画、酔った安否でお願いします。事務所 NG 出るかも、飲みすぎちゃう。東京明日雨一日、あ、そうなんだ、なんか夕方から寒いっていうの言ったけど、
オーディオって何ですか？そう、家族と飲んだことないです。飲もうってなんないですならないですね。酔って湯船に浸かるのね、危険って言いますよね。でも嫌なんですよ、湯船に浸かりたい。ダダをこねてまで湯船に浸かります。うまっ、ありがとう。トラップさん、うまっ、ありがとう。オーディションかそうですね、うん。ミサラさん、コスモスありがとう。家族とだったら別に飲まなくてよくねってなる。わかんない、まず飲めないからね。うんね、酔ってバス停のベンチで寝るのも危険です。うーん危険そう、普通に。そうだね、お正月ね、私親戚とも飲んだことなくて、飲んだことないんですよ。飲んだことないです。だって二十歳になって、その親戚の家に行ったかな、行ってないんじゃないですか。うん、お正月に帰ってないもん、私。実家にしか帰ってないから。だから、そう。香川帰った時、お正月に帰ってないので。そうですね。私、成人式行ったんですけど、そう、それも次の日、そのグループでの成人式があったから、その、なんか、なんていうの？なんか、なんて言うんですか、なんかあるじゃん、ご飯みたいな、ご飯、まあ勝手に開催されるやつなんて言ったらいいの、あれ、そうとかもあれなんで、そうなんですよ。生放送つけっぱで酔って寝ちゃった人、財布盗まれたの配信されてたことあった。え、どういうこと、すごい決定的瞬間ですね。決定的瞬間、流れてきたリズに行ってる時セットアップのファン、大ファン。嬉しい。ランド欲しい。お年玉まだあげる経験をしてないです。会ってないのでだよね。でもお年玉あげる側の人なんだよ、私実は。やばくないですか。でもまだちょっと大学生なんで、まだ大学生なんですけど、ダメですか、ダメですか、ちょっとまだそんな金銭的余裕があるわけじゃないので、もうちょっと待っていただきたい。チーカとハナナにあげないと。いやでも二人は同じ職場の仲間なんで同じ職場の仲間って言い方最悪だけど、なんでね、違いますね、違います。マイハブのいちかちゃんとハナちゃんにあげないと、まあ、皆さんが特典会っていただいてそう、同じ職場の仲間なんでね、大丈夫です。学生は OK って来てるですよね。いやーよかった、ギリ学生入念しようかな入念しようかな。俺もまだお年玉もらってるからセーフ。いいなーいいなーいいなー、いいなーいいな、お年玉特典会、マイハブの利益になりますそしたらマイハブちゃんに可愛い衣装ができたりするのでね
えへへ。安否かお年玉もらえる会作りますか。作りますか。作られたらあげますけどね。そういうねイベントがあったらあげます。皆さんに一人10万ぐらいでもいいですか。少ないですかね、一人10万は。なんかどのぐらい人が来るのかちょっとよるんですけど、まあまあまあできたらねできたらしますよ、もちろん、もちろんね。親孝行素敵だね、意外に ならないですよ何に対してならないんですよって言ったかわかんないだろうけど、ならないんですよ。お年玉より彼女の方が欲しくないか。なんでそんなこと言うの、なんでそんなこと言っちゃうの。お金大事だよお金の方が大事だよ、わかんない、お金の方が大事だわかんないです。安否お年玉武道館あたりでお願いします。やばい、怖いよ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 。ドラえもん、ドラえもん、お金は大事ですよ皆さん、生きてく上で。これによりハンピちゃんの選ぶ基準がお金になってしまったそういう意味じゃないですけどね、私という存在がありながら彼女を欲しがるのかっていうことですよね皆さん。ねね、武道館デビュードラえもんに出てくる感じに似てた。わあ、ドラえもん、シャララタンダン。お年玉がもらえるルームではないです。イベントがあったらちょっと配るようだけですやばい、これでさなんかイベント開催されますってなったらちょっとやばいから撤回しようかな。そうそう、彼女はアーナだぞって話ですね。そうですよね皆さん、まあ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 、彼女いたら安否行かなくなるし。そうですよ、彼女さんが嫉妬してね、行かないでって言うかもしれない。どうですか皆さん、ラブな女の子に安否のとこに行かないでって言われたら絶対行かないじゃないですか。はあ知らんけど、5円くれる店、5円でかいけどね、いっぱい配るならできるなら欲しい隠れていく人、いや実際皆さんどうなのか私は知らないので、結婚してるしてないとかも全然なんか後から話の流れとかであしてるんだとか知る。ほんま知らないことが多いです皆さんのこと。でも聞きにくいしね、普通にプライベートこと、なんかどこまで聞いていいのか分かんない、気にしてるかもしんないし最悪一番この一言が傷つきますよね、なんかね、どこがいいラインなのか分かんない。彼女も連れていくっていうの今ありますよね。ありますよね、うんうんうん、確かにね、結婚してる、あそうなんですね、おめでとうございます逆に DV してそうって言われることが増えてきたの助けてほしい。あーでも優しそう、なんか優しそうすぎるからじゃないですか、なんか優しそうすぎて溜め込みすぎてみたいなタイプに見えるんじゃないですか、わかんないです、両方味わいたい、やだー、お視野増やすもの、そうだねそうだね、もう変だけど、まあまあでもそうそうかもしれない、わかんないです。僕のここどこですか、
ズバッと聞かれて高いしたらさせてくこんな実はってことあるかもしれない。実はしてね、そうですよねちょっとなんか踏み込むの怖いからやめときます。自分もショックだしね自分もショックなんでね、ぐさっとくる一言笑顔で言ってくるうん、聞けないんで、まあ、自己申告制でお願いします何を申告されても私も困るかも。今日初めて聞いた言葉だった。あ、実は私もあんまなんかよく知らなくて使ってみた使ってみた使ってみた。何でも聞いてくださいね。ありがとうありがとうありがとう。でも最近ディズニー行って、そうやっぱカップルが多いんですよ。でいとことかね、あーイチャイチャしてる、あーここは家じゃないんだぞってえーって言ってたんですよ。で私はもうなんかあーなんかイチャイチャしてても、あーなんか周りが見え、やっぱ恋愛すると周りが見えなくなるんだなってそう、あそうなんだみたいな、ちょなんか悟り開いちゃって気まずいです。なんか嫉妬とかももはやしないです。あーなんかあーあーなんかそっかそう、なんかもう冷静に見ちゃってね、気まずいですね普通に。そう私もえ何あれずるいんだけどって思いたかった、思えないもはや。なんかあそうだよねみたいな、恋愛してたら周り見えなくなっちゃうんだよねきっとね。もう二人だけの世界か新極地に行きましたよ本当に。そうなんですよ、だからもう何も思わないんですね最近は。ココさんといる時はもうなんかやばいですよ、もう目ギョロギョロしちゃいます、あえみたいなうん、アラジンの魔法の絨毯のシーンのそれ飛んでるやつね、共感できる、な、泣かないで泣かないで泣かないで。アンピン質問されて嫌なことなんてない、何でも聞きますね、何でも聞きます。二人だけの世界になれる人が付き合えるってあるのよ。あなるほどね、ちょっと今日学びになりました、今日一の学び。なるほど、二人だけの世界になれる人が、なるほど、なんかそうなのかもしれない。今さっきアラジンの話出たけど確かに。ペアルックとか超引くなんで、可愛いと思いますよ、だって家庭を考えて、えペアルックしたいとか、えペアルックしようみたいなっていう家庭で、えどれがいいかな、えこれどうかなって考えてる家庭があるって考えたら普通に可愛いなと思う夢の国女の子のグループもあるよ、あるけどね。でもね多かったですよ普通に、 C とかは多いです普通に。あでもね、あみほりんとこれ話した、駅で別れ際の高校生、めっちゃ青春でエモいよねっていうめっちゃなんかその改札前に高校生カップルとか、めっちゃ青春感じる、めっちゃやばいですよねあれめっちゃ青春、すごい。しおりさん、うんわかるありがとう、うん青春。ペアルックはしない言うけどサプライズとかですること あったわね、あったんですね別れた後時刻です、あー経験者が語る、なるほどね。ペアルックそうだね、別れをした際はね、ねちょっと物が残っちゃうのってね、確かにどうなんでしょうね。
オレコちゃん T シャツでペアルック知ってるけどね、うちら。そういえばそうじゃん、うちら知ってるじゃん。知らんけど、知ってない人もいるか。マヤハブの T シャツでペアルック知ってるじゃないですか。 OK ですよ。おアンピペアルック嫌です。待って、やばい、最低、この流れ最低だよね。ペアルック嫌派です、私。え、物によります。で、女の子同士はいいですよ、私。友達とか全然いいんですけど、割と嫌かもしんない。まあなんかどこまでによるかも。ちょっとキーホルダーぐらいだったらいいですよ。そう、お洋服、うん、物によるかも。どうなんですかね、服か。でもペアルックって割と嫌か派かもしれない。でもそれ私、高校生何しても可愛い青春で、高校生は戻れないですからね。物に罪はない、確かに。マッツン、うん、わかる、ありがとう。いきなり橋が反則された。それな、デニムとかならいける。なんかね、若干の、例えば私が今これを着てると、それで着てるというか着てるじゃないですか。これのなんていうの、同じとかじゃなくて、なんかね、そのデニムが一緒とかなら全然いい。それはわかる、私もわかる、それはいいけど、 T シャツとかってことだよね。恥ずかしいかも、普通に。テーマパークの意味は OK でしょ。ペアルックって何ですか。シミラールックが程度がいい。あ、そう、それだね、それだよ、それそれそれ、確かにそうだね。あ、ワイも嫌だったか、むしろ良かったわ。合うね。合いますね、確かに。そうだね、ハリーポッターマントのペアルックが許されん世界線が来たね。ハリーポッターマント、パーカー、パーカー同じの着るの結構無理かも。嫌かも、嫌かも。まあなんかどんぐらいによるかもね。あー、でも想像すると嫌かも。だって同じ服を着てる2人が歩くってことでしょ、嫌かも。ごめんね。でもマイハブ T シャツは私嬉しい、それなの、とっても嬉しい。あれだけ許せれる、唯一。アンビが今着てる服買う、これ着てくれるならいいかも。みたいですね。ヤックでカルチャーさん、ありがとう。シミラールックはなんか、なんて言ったらいいんだろう、なんか柄で揃えるとか、なんて言ったらいいの、なんか全く同じじゃないけど何かをちょっと揃えてる的な、なんて言ったらいいの、色違いも結構恥ずくないですか。色違いが一番恥ずくないですか。わかんないです、わかんない。え、色違い恥ずくないですか、なんか色違いにしてる感じ。私がちょっとなんか中二病なんですかね、これって。中二病というか、なんかおかし、なんかね、私がキモい考えなんですかね。同じブラントン T シャツで胸元のロゴ色違いは、あー結構、でもなんか、うん、それのデザインの良さ、それがすごいいいデザインってなんかとかだったらいいんじゃないですかね。物によるんじゃないですか。でも結構割と色違い結構絶妙にキモいなって今思ってしまいました。申し訳ないですね、申し訳ないです。アクセサリーのペアいいんじゃないですか。ポクレマサナハートありがとう。そこを気にしてる時点で二人の世界に入れない、やばい。え、ほんとだ、え、やばいね。え、ちょっとすごいわ、確かに。待って、ほんとだね。あ、待って、めっちゃ理解できた。え、みんなこれじゃないですか、ほんとに。あ、やばい、そこを気にしてる時点で二人の世界に入れない。え、待って、ほんとだ、やばい。今日一の気づきです、ありがとうございます。わー、ほんとだね。うわー、
ごめんキモいって言って、また来るね、おやすみに来てくれてありがとう、謎謎な会話をしてるよ今私たちは。アミーパリスかマイシャン、おしゃれすぎてわかんないんだけど。あーなるほどね、だからね気にしてた、確かに確かに、でも確かにマイハブの T シャツ着ることは周りの目気にしないもん、気にしないっていうか二人の世界だよね、けどやっぱ他のやつは違うわね、違うわね確かにやばい、なんか感動しちゃったやばいやばい、なんかなるほどね、理解できたわ、ちょっと一歩大人になった気がする今日で、これからなんかこの恋愛について語ることがあったらこれを言おうと思う実はいや前から話し合うって言ってたんですけどね、そう、いい話し合いでしたね今日は、素敵な気づきをありがとうございました、確かに楽しかったです。テーマパークのキャラクターのトレーナーとかペアリュックにしたりする、誰がですか、明日メンバーにめっちゃ語りそうでウケる、やばいこれ話そうとしてためっちゃ今、けどちょっとやめるわ恥ずかしいから、言われちゃったから恥ずかしいから言わないわ、今日配信終わったらママにこれ話そうと思ったけどなんか恥ずかしいから言えないやそうだね、今日の気づきはこの人ならペアルックがいいって思える人がってことだよね、だってみんな、私はちなみに恥ずかしいけどマイハブの T シャツならいいなって思ってるんだ、はいだけ2人だけの世界も他人に見られるのが寒いって思わないってことがってことですよね、真実の愛ってことですよね、真実の愛なのかは知らないですけどってことですよね、きっと外から見てると確かにアンナと同じ意見だけど、いやーそうかもね、確かに確かに、トークスキル上手くなるから好きな人なら周りの目気にせずに切れますよ、他の意見関係ないんで、うわーなるほどね、いや営業じゃないですよ、待ってください営業じゃないですよ、だってマイハブ T シャツはいいと思ってたもん普通に営業じゃないですよ普通に思ってることですよ、違いますよ、違うからねやめてよね一番営業っぽくなるマイハブ T シャツだらけになるのは嬉しいですね、この人のためなら自分を犠牲にできるっていう気がする、確かにピアルックもそうですもんね、今日はいい学びになりました、売り上げに貢献ですね今日そういう配信なのそんなつもりないんですけどね、本当は本当はとか言っちゃった、ハブティーいいですよ、ハブティーいいですよ、皆さん、え皆さん着て帰ってないんですか、うちらの公演の時には着てるけど着替えて帰ってるんですか、ハブティー、そうなんだ、そっか私最近着てないや、いつ着よう、いつお揃いにする、やっぱ日にち決めないとダメですよね、ちょっと明日は NG、 ちょっと明日は T シャツダメだと思うから、いつがいいですかね、まあまたちょっと連絡して連絡して白はね着やすいんですよね、寝巻きでめっちゃ使ってる、あそうなんだ嬉しい、パジャティーだね、パジャファブティーだ、パジャファブティー、黄色のファブティー着ていくのアンペも黄色だ、え私持ってないんですよ、持ってない、どうしたらいい
ごめんなさい、持ってなくて黄色のハーブティー、オソロッチじゃない、ごめん。泣いちゃうよ、みんなとお揃いが多かったのに。まだ着てないけど、あれで返すのつらい。本当ですか、ウミザリーさんありがとう。黄色はね結構発色がいい黄色さんなんで。泣いちゃった、色違いでもいい、白しかない、ごめんね、白しかなくて。中に着れる、確かに確かに、もっとおしゃれに着れますね。笑いながら言うの最悪。はい、ということで皆さん、マイハブの T シャツゲットしてください。うん、話を全部ここに着地させるのは良くないけど、まあまあまあ、たまたまそうなっただけなんでね、意図せずになったので。 VIP の願掛けでファブティア未購入です。おお、当ててください、今月ということで。10月27日定期公演、ファンミーティングがございます。前回のファンミーティングはね T シャツプレゼントだったんですよ、実は。だから今回もあるといいですね。そして、定期公演 VIP 席っていうものがあって、最前が VIP 席になるんですけど、お値段高いんですけど、そう T シャツついてくるんです。しかもメンバーのサイン入り、推しメンのサイン入りなので、ぜひそれを着てね、おそろっちしましょう。唯一ね、一緒にあのペアルックしたいなって思う服なので、ぜひゲットしてください。なんかさ、ありますよね、 YouTube とか TikTok で。なんかめっちゃ普通に YouTube とか TikTok とか見てたら、いきなりなんかいい感じにまとまってきたなと思ったら、宣伝だったりするやつ、 PR みたいな。じゃあ、ああいう時ってあってなるよね。そう、それの気持ちになるね、これ。ね、ニヤニヤしちゃいます。6人ご指名だったら、まあ、そんなことは、甘いことは言っちょれんですよ、一人に絞っていただいて。ファンキャップいいですね、思えないですよ。ウキザリスさん、コスモさんありがとう、クランピさん、うん、わかる、ありがとう。この配信はマイハブの提供です。まあマイハブの提供ですね。あ、うん、わかるってするか。ということで、あと、あ、10月14日月曜祝日に、ミニティフに出演させていただきます。10月会える機会今んとこ2回しかなくて、すごく悲しいです。悲しい、来てください。最近みんなモチベがなくなって、なんかいろんな子に会いに行って、そっちの方が楽しくなっちゃったらどうしようって思うことがやっぱ増えちゃうので、会えない期間があると、やっぱ会う機会があると、あ、わざわざ来てくださった、やっぱ私のこと好きなんだとか思うんですけど、やっぱ今ちょっとね、会えない期間が続くとモチベ下がっちゃうんじゃないかなとか、ちょっと結構不安なのでね、まあ来ていただけたら嬉しい、うん、思いますね。思いますね。そのためにね、ペアルックで。まあまあまあ、待ってます。いい感じに締められるよね。メンバーのモチベなくて、ファンの方のモチベですね。メンバーのモチベは下がることはありません。今日もレッスンしてきたし、そう、頑張ってきたのでね、みんなに会う準備してますので、お楽しみに。好きなのはファブさんだけやで。まあ、泣いちゃった。ということで、お知らせは、あと公式 X、 公式 TikTok、 あと私の個人の X、 TikTok フォローしてください。上がってますか、嬉しい。ねえ、グループに加入できてすごく嬉しいです。頑張ります。超久しぶり配信来た。T シャツ配信、販売だった。やばい、久しぶり。
やばいやばい、久しぶり。ラジオは明日、ありがとうございます。毎週火曜23時59分マイハブのパボラジがあります。明日23時59分リアタイする準備で早く寝て、早く起きないかダメか、早く起きちゃダメじゃん、夜更かしができるようにしてください。ぜひお願いします。そうですね、 200X 今2248人なんですけど、2250人を目指して、今日中に今日中に無理すぎる。フォローしてください。ショールームもぜひフォローしてください。通知したら、通知取ってたら、そう、通知が行くので、通知取ってたら通知行く、当たり前すぎる。配信を私始めたら通知が行くので気づけるので、ぜひフォローしてください。明日は配信しないと思う。でもしたらごめんね、するかもしんないけど、しない確率が 95% ですね。ということでよろしくお願いします。あとポッドキャストも聞いてください。フォロー1回しかできないのが醍醐味なんでね、知らんけど。ウキダリさん、あとありがとう。フィニッシャーさん、ありがとう。コスモス、ペアルックへ反対派からフォロー来る、ありがとうございます。ペアルックアンチ待っております。お友達になりましょう。ということでありがとうございました。誕生日マス10歳マオさん、12福太郎さん、11位カストールさん、10位カスケさん、9位オカッピさん、8位アイスレモンさん、7位ミスタラさん、6位イナッチさん、5位シオリンさん、4位マッツン、3位クマッピーさん、2位カズキンさん、1位カネコさん、ありがとうございました。星さん、ありがとう。 5% はね、まあ何か奇跡が起きたらやるかもぐらいですね。フカンさん、ありがとう。コスモス、ということで配信見てくださりありがとうございます。ギフトもありがとうございます。そしてコメントもありがとうございます。見てくれた方ありがとうございます。明日9月分にもらったタワーのお礼をさせていただきます。TikTok のストーリーでやってるので、TikTok フォローしておいてください。ということで、ありがとうございました。いつも楽しい。よかった。今日、変な話しかしなかったけど、私なんか感性変だと思うからさ、申し訳ない。普通の話ができなくて。普通の会話ができなくて申し訳ないけど、楽しかったと言ってもらえて嬉しいです。皆さんがいい目を見られることを、皆さんの夢に私が登場できること、私は夢を見ずに爆睡できることを祈っております。奥行さん、かっこいい、ありがとう。ということでありがとうございました。またね、おやすみなさい。 TikTok 見てください、 X 見てください、フォローしてください、リツイートしてください、いいねしてください、シェアしてください。